それではあとこの臨済祭の部分でもう一つだけ前回よりも一つ問題を前に進めてお話を聞きたいところがあるんですが、それは前回この今 の、 地方自治体のいわゆる財政健全化の関係の実質公債比率と例 の、 どれくらいになると記載が許可になるとか許可団体になるうんぬんということで、前回そのデータをこう示していただいたわけであります。臨財債というのは普通はそういう財政再建の指標を出す場合はカウントしていないんだと。でもカウントするとかなり厳しくなるという数字は前回ご説明をいただいているわけでありますけれども、その際ですね、都道府県の場合はもう半分ぐらいがいわゆる 18% 記載許可団体の水準を超えるということで、どうもこの臨財債の問題は市町村よりも都道府県の方にかなり厳しく出ているんじゃないかなという感想を持ったわけであります。この辺の私の感じが正しいのかどうか、これについて総務省さんの見解をお伺いいたします。福田政務官。お答えをいたします。仮にですね、臨時財政対策債の元利償還金を控除しない場合の実質公債比比率を平成22年度決算ベースで試算いたしますと、委員ご指摘のとおりですね、許可基準である 18% 以上となる都道府県の割合は約4割であり、その一般市区町村の割合は約 25% と比較して高くなっております。その主な理由でありますが、試算前の都道府県の実質公債比率の決算値の水準が市区町村のそれより相対的に高いことによるものと考えられます。すなわち平成22年度決算ベースの実質公債比率は市区町村加重平均が 10.5% であるのに対しまして、都道府県加重平均は 13.5% となっているところでございます。以上です。立花慶一郎君。ですからやっぱり今都道府県と市町村に分けると、まあ、もちろん東京都とか特殊なところは別ですが、やはり都道府県に今やはり問題がこうやっぱりある意味で集中しているというか、より厳しくなっているという認識を持たなきゃいけないんだと思うんです。まあ、確かに考えてみればそれも今ご答弁聞きながらはっと思ったんですが、私は市区町村の方だったものですから、こちらは例の合併があったりいろんなことでは、まあ、ある意味で強制的にといいますか、こうスリム化していったという部分もあるわけですが、まあ、都道府県というものについてはそういうことはしていないわけでもありますし、やっぱりこの財政というのはそれぞれ別々に見ながら、やっぱりそれこそ政務官は知事をお務めになったわけでありますし、やっぱり都道府県がやっぱり財政おかしくならないようにという手当については全体の中でやはり考えていく必要があるなと、そういう認識をちょっと強めたわけであります。続きまして、この交付税の中で例の宝くじ当選金付き商標法の改正という問題がありますので、2つお伺いしておきたいと思います。一つはですね、今回の商標法の改正によりまして、知事または特定市の市長が当選金付き商標の発売等の事務について、今までは銀行に行った銀行と、まあ、実質、まあ、一つの金融機関でありますが、そこへ、実質こう全部委託していたものが、今回は一部は自ら行うことができるという改正を行われたわけであります。この趣旨、そしてじゃあいわゆるその自治体が何か自分でやるということを想定されているのか、ここについて確認をしたいと思います。氷川田総務副大臣。お答えいたします。現行法では発売団体は宝くじの発売等の事務を、まあ、金融機関に委託しなければならないという義務付けがありました。で、今回成案では発売団体からの要望を踏まえまして、まあ、発売事務の競争性とそれから自由度を高める観点から、発売団体が自ら発売等の事務を実施するか、または分割してそして発注することもできる仕組みを導入したということであります。委員ご指摘の通りでございます。そこでこの仕組みを活用する場合ですね、どのような形で、発売団体にて検討されるかということでありますけれども、例えば広報宣伝など金融機関が受託する必要性の低い事務を発売団体自ら実施する、または個別に発注するといいますか、まあ、そういう形が見込まれるではないかとこう思っております。まあ、いずれ今グリーンジャンボを発売しておりまして、復興財源の一助にもなりますので、立花委員はじめ委員の皆さんにもご購入をよろしくお願いいたします。立花慶一郎君。
早速なんか広報宣伝の一部分割して自ら今行われたようなところもあるなと思いましたけれども、あのご趣旨は分かりました。まあ、今回あのやっぱり この宝くじの最近のちょっと出方が悪いということも含めて、まあ、インターネット販売とかですね、それからあの、まあ、そういう委託の弾力化を進める中でもう一つですね、まあ、やはり当選金と、まあ、100、300円のこの宝くじ買うと、まあ、あの3億円、まあ、ジャンボだと3億円という数字がこう出てくるわけでありますけれども、これをあの、まあ、100万倍から250万倍にするわけでありますから、300円のくじは最高7億5000万円、まあ、あのロト6だともっと高くなるんでしょうけれども、こういうことになるわけで、まあ、一面非常に魅力的にされるんですけれども、当然こういう ある意味でのこういう、まあ、こういう種類の問題においては社交心という社交心を煽るんじゃないかという問題は常にあるんだと思います。ですからもちろん一つはこうあの売上が増えてやはり地方財政を潤したいということもあるし、また一面あのそういった国民のやはり、堅実に健全にという、まあ、夢はちょっと追っかけてもというその辺で止めるという、あんまりあのそこにのめり込まないようにというその歯止めも必要だと思っております。特に、まあ、若い方々には今回はインターネット販売も OK ということでありますから、あのそういったところであのなんていうか社交心を煽っちゃって、ということにならないようにやっぱり一定のやっぱりそこの歯止めというか、そういうものもそういう認識も必要じゃないかと思っております。このあたりどういうふうにお考えなのか、そしてまた若い方々対策と何か考えておられればこれも教えていただきたいと思います。川端総務大臣。あの宝くじが最近、まあ、販売が低迷をしている傾向にありました。そして、先般の東日本大震災の復興の宝くじ、今のじゃなくて発災直後に企画したものがですね、300億売上の予定が100億を切った売上しかなかったということで、まあ、私的にあの研究会を作りまして、各関係いろんな人に国民の各層の人に集まっていただいていろいろお知恵を出していただきました。まあ、そういう中で、やはり、この社会貢献をする夢を買うと同時に社会貢献をするという大変まあ有意義なものであるので、もっと売れるようにしようと、その時にやはり、若い人にもまあ買いやすいというふうな工夫でインターネットの話もあれば、高額賞金にし、あの、にしてほしいというのと、低くていいからたくさん当たるようにしてほしいというのと、まあ、両方ありました。まあ、そういうことを含めて、いろいろ議論をいただいたときに、平成11年に、前後賞合わせて3億円ということからずっとそのまま来ておりまして、今年今売っているのは初めて3億円といういわゆる100万倍初めて、これ上限はもう当時設定してあったんですが初めて到達いたしました。そして、商品設計の自由度という意味では販売団体地方団体からももっと高額にしてほしい。それからスポーツ振興くじのいわゆるトトのビッグなんかはもうすでに、もっと高額200万倍のくじを売っております。競輪オートレースでは600万倍というものが売れ出されていますということでは、まあ、いわゆる学的な倍率で言いますと必ずしも、まあ、社交心を煽るものの総水準ではないというふうには思っております。ただ、今回のは上限を引き上げるということでありますので、一気にまあ7億5千万にするということではありませんし、現に、やはり、平成11年の4月に100万倍に引き上げられて、今回、実際に100万倍の宝くじを発売したのは、今年の2月でありますので、まあ、13年間は据え置いているということもあります。そういう意味で、実際に 7.5 億円の宝くじまで行くのにどうあるかというのはこれはやっぱり社会の状況等々を慎重に見ながらご指摘のような社交心を煽るようなことにならないように、そういう世論の動向周辺の環境状況を慎重に見ながら、実際の販売権の最高額は決めていきたいというふうに思っております。立花慶一郎君。ぜひあのそこは慎重にまたあの、まあ、魅力を高めていくことも大事ですが、まあ、また一面そういう負の側面については慎重に対応いただいて、まあ、若い方々の対策もぜひよろしくお願いしたいなとこのように思うわけであります。地方税の方に入ってまいります。ちょっとあの時間のある限りであのまず税の中身の方を先聞きますのでちょっと順番を変えます。まずあのこの租税特別措置にかかる政策評価通告ではこの項の2項目目から始めさせていただきます。
24年度税制改正要望に際しまして、165件中149件が、まあ、各省庁のその租税特別措置に係る政策評価の165件中149件が、まあ、有効性の面で分析説明が不十分だと、費用対効果の分析説明が不十分だという、そういう結末に評価局の方でなっているわけであります。ちなみに前年度23年度の時は全て不十分という点検結果であったわけであります。まあ、16件は合格したんですが、149件落第というのはなんか基準が厳しいのではないかと思ったりもするんですが、見解を伺います。総務省新井行政評価局長。ご答弁いたします。租税特別措置等については平成22年度税制改正大綱に基づき抜本的に見直すこととされ、その見直しにあたっては背景にある政策の今日的な合理性、政策目的に向けた手段としての有効性、補助金等他の政策手段とした相当性の観点から政策評価を厳格に行うことが求められております。総務省は各省における行われた政策評価について合理性、有効性、相当性にかかる説明が評価に求められる一定数に達しているかどうかの観点から点検を実施しているところでございます。また点検にあたりましては各省に補足説明を求め、評価情報の充実を図る等の取り組みを進めており、昨年度と比べ評価の質がそれぞれの項目におきましてある程度向上してきていると考えております。各省におきましては今回の結果を踏まえ、さらに評価の質の向上に取り組んでいくことと考えられ、また本年度から所得透明化法による適用実態調査が実施されており、評価において重要な情報となる費用対効果にかかるデータの収集が進むものと思っております。これらにより評価の質がさらに向上していくものと期待しているところでございます。立花慶一郎君。私は行政評価局さんのこの評価、いわゆる行政をチェックする機能については非常に評価するわけですけれども、まあ、一面評価疲れにならないようにですね、そこはぜひペーパーばっかりが増えてきて、あまりその中身実が伴わないということにならないように、よろしくお願いしたいということで質問一つ飛ばします。それからその次にですね、非常に細かいことをまた聞かせていただきます。一つだけ、法の第143条の改正というところちょっと理解できませんでした。道府県が自動車所得税を交付する対象というのが今まで当然ですが道府県の市町村と書いてありました。その市町村の後に括弧特別区を含むということで、私道府県には今特別区がないんじゃないかと思うんですが、こういうふうにあえて改正される理由について一応確認をいたします。総務省岡崎自治税務局長。自動車所得税のお尋ねでございますが、同税につきましては、承知のように都道府県に納された税の約7割が道路の延長面積に応じまして、当該都道府県内の市町村及び特別区に交付されておりますけれども、ご指摘のように地方税法の第143条では、市町村に対して交付するとのみ規定をされております。一方で、地方税法第1条第2項、これは地方税全体に通じます総則でございますが、ここで道府県に関する規定は都に準用する、市町村に関する規定は特別区に準用するという規定がありますので、現行の143条におきましては市町村に対してとで書いてあって特別市はないものでございます。ただ今般自動車所得税におきまして国家減税等に関して大幅な法改正がありましたので、これを契機に規定全般を見直したところ、他の地方消費税等他の道府県税の市町村交付金について明示的に特別区を含むと書いてある例が多いものですから、今回確認的に特別区を含む旨を自動車所得税交付金についても規定をしようと考えたものでございます。そういう意味で一種規定の整備であると考えておりまして、実質的な内容の改正ではございません。立花慶一郎君。はい、最近丸々と構想というのが多いものですから、なんか先取りされたのかなと一瞬思ったんですが、了解いたしました。続きまして、エルタックス関係 の, お話をいくつか聞かせてください。今度は法第317条の6第5項以下の新設というところですが、給与支払い報告書、まあ、会社民間団体等が、そういうものの提出義務というのを電子的方法によるものと今度されるわけでありまして、これは対象が絞られていまして、長所の数が、まあ、国税を引いていきますと1000以上ぐらいの、まあ、団体会社について、まあ、電子的方法によらなければいけないという形に地方税の方をされるわけであります。ここについてこの長所等の数が1000以上という具体的基準をもう一度確認をさせていただきたいと思います。総務省岡崎自治税務局長。
ご指摘のように国税の給与取得等にかかる源泉徴収の提出を e-tax または引き換えデフトで行うことを義務付けられているものにつきまして地方税についても出していただくということがありますので、国税の規定を見ますと前々年の源泉徴収票との提出枚数が調書の種類ごとに、例えば給与の源泉徴収であるとか年金の徴収であるとかということの種類ごとに1000枚以上のものにつきまして提出が見据えておりますので、地方税も同様の基準でお願いしたいと思っております。立花慶一郎君。そうすると大体社員が1000人ぐらいいる会社、お会社については、まあ国税は e-tax、そして地方税はまあ l-tax ということで、今まで紙で出していたものをまあ電子化していくと、こういう、そうしなければならないという義務付けをするということであります。ただちょっと私引っかかったのはですね、まあ、国税地方税連携ということで、これ非常に評価しているものですから、この対象となるお会社が、税務署さんと、それから自分の社員の居住する市町村と、まあ、両方にデータを出していかなきゃいけないというのが、なんかちょっと寂しいかなと、多分現状はそうなんでしょうけど、改善されるお気持ちがあるのかどうかということを含めてお伺いいたします。総務省岡崎自治税務局長。ご指摘のように所得税の確定申告書につきましてはそれを提出いたしますと、地方税法で住民税の申告と見なすことされまして一方で済むわけでございます。他方このご指摘の源泉徴収票税務署に出しますものと市町村に出します給与支払い報告書につきましては、一つは給与支払い報告書だけに書いてある事項がございます。提出先の市町村コード等でございます。そういうものがあるということと、それから実は提出の範囲が違っております。国税に出す、源泉徴収につきましては、例えば給与ですと500万円を超える支払いをした方だけの分を出せばいいと。ところが地方税の方につきましては原則個人住民の税額を決定して付加するためでございますので、原則給与を支払った全員の方についてのものを求めるというような違いがありまして、従来から国税当局と市町村にそれぞれ出していただいたということでございます。ただ事務の軽減、特に事業者の方の事務負担の軽減という観点からは、これから番号制度の導入もありますので、そうした動きを踏まえましてより簡素なやり方ができるようなということについては検討してもらいたいと思っております。立花慶一郎君。やっぱりいろんなことを少しずつ簡素にしていく、あるいはそう前進させていかないと最後のいわゆる今のナンバー制度ということになっていかないと思いますので、ぜひこれは一箇所で済むようになれば幸いだということで要望させていただきたいと思います。そしてまた一つ飛ばしますが、この要するに従業員1000人以上の方、大体その方々がこう電子的に今度できるというわけですけど、仮に500人とか600人とか少し少ない事業所であっても、いやもう電子化したいんだと、これはもううちもそうしますよという方々のためにそういった方々も今回どうやらできるということになるようでありますが、その辺のこう手続きどういうふうになるのか一応確認をさせていただきたいと思います。岡崎自治税務局長。地方税法の317条6第7項という規定が今度ありまして、ご指摘のように電子的提出の義務化の対象とならない比較的小規模の事業者等でありましても、市町村長の承認を受ければ受けた場合などには引換デスク等で提出ができるということになっております。市町村長は提出される引換デスクの比較が特に読み取りできないとかの問題がない限り、ないことを確認した上で承認をするということになっておりますので、そうした事業者であっても電子的提出ができるということでございます。立花慶一郎君。はい、ずっとこうやってこう情報の出し手の方の話をしてまいりましたが、まあ、市町村ですから全国に1740バカしこあって、まあ、L タックスはすべてもう導入されたということになっているわけですけれども、今回 のこの電子的な形での情報の受け渡し、キャッチャーの方もですね、例えば小さな町や村であってもそこに丸々電力さんのこう事業所なんかがあると、住民がいるとそこへは2人や3人のものであっても当然こう電子的に出さなければならない、だから受け取らなければならないとこうなってくるわけであります。まあ、役場のそういった体制ということについて本当に問題がないのかどうか確認だけさせていただきたいと思います。岡崎自治税務局長。ご指摘のように企業等に対しまして電子的提出を義務付けるというためには、当然受け皿になります市町村が電子申告の受付サービスを行っているということは大前提でございます。で、平成24年1月時点で、
ネットワークとしてはつながっているんですが、電子申告サービスを受け付けていると、受付サービスを導入していて市町村は、全体の約7割、1246市区町村でありますけれども、実はこの数年で相当に導入が進んでおりまして、これから24、25年度の2か年間で相当進むんではないかと思っております。我々もこの義務付けが施行される26年1月までにさらに進むよう、すべての市町村が入るぐらいを目標にしまして、導入に努力していきたいと思っております。なお、ご指摘ありましたように、家庭の話としまして、小規模な町村などで、対応できない点がその時点で残ってしまった場合どうするかということですが、この場合にも e-tax の方のポータルシステムで、受け付ける方法、その職務市町村の分も受けられるような方法を新たに検討いたしまして、事業者等には迷惑のかからないように、する体制をしっかり構築したいと考えております。立花慶一郎君。はい、マイナンバー法というか、そのカードというかナンバー、これは大事なんですが、それをこう処理するプラットフォームをしっかり作っていくということは非常に大事なことで、そこが進めば進むほど物事は取り組みやすくなると思いますので、どうかよろしくお願いしたいと思います。ちょっと個別の固定資産税への減免の措置について、確認をさせていただきます。鉄道駅について、今回バリアフリー化施設を、減免されると、24年25年2か年間、減免されるわけですが、どんなものを想定され、どんな整備水準、どれくらいの駅までどういうものをということについてお答えをいただきたいと思います。福田政務官。はい、お答えをいたします。鉄道駅等のバリアフリー化につきましては、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく移動等円滑化の促進に関する基本方針、国家公安委員会、総務省、国土交通省告示におきまして、整備目標が定められているところでございます。この基本方針が平成23年3月に改正されまして、平成32年度までに1日あたりの利用客数が3000人以上であるすべての鉄道駅等にエレベーターやホームドアシステムを設置することが新たな整備目標として設定されたところでございます。またこのうちホームドアシステムについては、整備にあたり膨大な投資費用がかかることなどを考慮し、事故の発生件数が多い1日あたりの利用客数が10万人以上の鉄道駅等に優先的に設置することとされたところでございます。本特例措置はこうした取り組みを税制でも支援するため、平成24年度から新たに講じることとしたものでございます。立花慶一郎君。ありがとうございます。3000人ぐらいの利用というと、地方のちょっとした駅ということでありましょうし、10万人ということになると、この辺で言えば赤坂見附とか溜池山王とか、これからホームドアということなのかなと思いますけど、よろしくお願いしたいと思います。一つ飛ばさせていただいて、今年はですね、24年度は3年に1回の固定資産税の評価外の年であります。市町村においては一番大きな、ある意味で基幹的な税目でありまして、地価の下落等による減収に見舞われていると、このように伺っているわけであります。全国的な今回の評価外による影響額、減少率、そしてその要因、またそれをカバーするために非常に総務省さんもいろんな努力をされて、第一歩ということでしょうけど、住宅用地にかかる据え置き特例というものの廃止ということを実現されたわけであります。これによって減収のどれくらいのものがカバーされるのか確認をさせていただきたいと思います。以上。木川総務副大臣。お答えいたします。平成24年度の固定資産税および都市計画税の税収見込み額は、評価外の影響や、あるいはまた家屋の新増設のこれ低迷等によりまして、平成23年度の税収見込み額対比4673億円減の9兆6486億円、減少率で申し上げますと約 4.6% の減と見込んでおります。そしてまた住宅用地にかかる据え置き特例の見直しによりまして、平成24年度の増収効果は257億円とこう見込んでおります。以上であります。立花慶一郎君。市町村では1400億円程度の減収ということで、250億円ぐらい、初年度、平年度はもうその倍ぐらいはカバーされるようでありますけれども、こんなことでありまして、その分また何らかの方法でのやはり、こう税目といいますか、こう課税単位、いろんな課税ということも考えていかなきゃいけないのかなと思うわけであります。でも第一歩踏み出していただいているということは、これで今地価がこれだけ下がっているわけでありますから、急にすべてを実現するということはできないでしょうけど、よろしくお願いしたいと思います。最初に申し上げたように、地方税収のこの地域的な偏在性、特にこの法人税、それが偏在するということで4000億円規模で、
都道府県ベースではこう、こう再調整をされるというようなシステムも数年前には入れたわけであります。どうもそこの部分についてはまだ将来像が見えていないわけですけれども、地方法人課税のあり方の見直し、こういったことを含めてこの後どのようにお取り組みになっていきたいのか、まあ、方針あるいは思いということでも結構ですので、ここで お伺いをしたいと思います。川端総務大臣、失礼します。地方自治体、首長のご経験もおありですので、もうその思いは十二分お分かりだと思いますが、やはり、行政サービスは継続的に安定的にやらなければいけない。当然ながらそのためには、景気にも安定して、地域にも偏在しないという財源がどうしても必要だということはもう言うまでもありません。そういう中で、税制改正大綱、あるいは社会保障税一体改革においては、地域主権改革の推進及び国と地方を通じた社会保障制度の安定財源の確保の観点から地方消費税を充実するとともに、地方法人課税のあり方を見直すことなどにより、税源の偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系を構築することというふうに記載をしておりまして、方向としてはそれを やるということであります。地方法人税特別税は、税制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の所置であり、一体改革に合わせて抜本的に見直すことは、かねてから記載されていることであり、今、知事会含めて、いろんな議論をされているところでございます。そういう意味では、基本的には、地方消費税の、充実と同時に、地方法人特別税は、そういう抜本改革に合わせて、見直していくということの、この方向性はすでに出ておりますので、この方向に沿って我々としてもしっかり取り組んでまいりたいというふうに思っていますし、ただ、この偏在性の小さな地方税体系というものを構築していっても、やはり税源の偏在は当然残りますので、地方交付税を通じた財政調整を行うことは、これはもうどうしても避けられないということは前提にしております。立花圭一郎君。はい、方向性は今お伺いしたわけですが、もう少しこれが少し時間がかかるということであればですね、いわゆる法人課税の中で事業所割とか人数割とかその辺でのもう少しこう技術的な調整であっても多少は偏在性を是正する方法があるというふうにも受け止まっておりますので、もしこう抜本的にこうなかなか進まないのであればそういうことも合わせてお考えいただいたらいいと思います。合わせて地球温暖化対策のための税でありますが、これは地方側から要望の強いものであります。今回はちょっと初年度ということで、見送りというような形になっているようでありますが、今後の取り組み方針についてお伺いいたします。川端総務大臣。この地球温暖化対策のための税については、23年の税制改正案として提出させていただきましたけれども、与野党間の協議が整わなかったということで、改めて24年度の税制改正案として出させていただいていることでございます。地方公共団体は森林整備、地方地球温暖化対策に係る諸政策の多くを担っていただいておりますから、これまでの税制改正をめぐる議論の中でも地球温暖化対策がかかる地方の財源を確保充実する仕組みがどうしても必要だということが背景にございます。こういう意味で、平成25年度実施に向けた政案を得るべくさらに検討する旨を改めて明記をさせていただきましたので、引き続きそのことは検討してまいりたいと思います。なお具体的な地方財源の確保充実の仕組みについては、政案が得られるまでの間の臨時の処置として24年の地代計画においても地球温暖化対策暫定事業費100億円を特別枠として計上させていただきました。この地球温暖化対策のための税がで想定しておりますのは初年度が391億円、平年度は2623億ということでありますが、これが成果が得られるまでということで臨時的に100億円計上させていただきました。立花圭一郎君。臨時財政対策債は小さく産んで大きく育って困るんですけれども、こちらは小さく産んで大きく育てていただきたいと思います。最後に飛ばした質問最後になんとか時間がありましたので、皆様方にも資料の後2枚目3枚目環境省で出ているホームページから取ってきたものをお配りさせていただいております。これは例の瓦礫処理の問題であります。前々回ですかね、一度質問させていただいて、その後も非常に大きな社会問題になってまして、ご案内のとおりであります。こういう形で首長さん方も、
立ち上がってくるような話もあるようでありますし、まあ、前もお話した通り、出向者はもちろんですが地方6団体との緊密な関係も持たれている総務省さんであります。ぜひこの辺についてやっぱり科学的にやっぱり冷静にこう受け止められる環境づくり、そしてまたこうやって声を上げてこられる首長さん方にまたいい意味で何かそこはもちろんそれは主体的には環境省さんということはもちろん理解しながらも、なんかこう全員野球のような形でそこをフォローするということについてまたいろいろ工夫をいただきたいと、このことをまあご答弁いただければそれで終わりたいと思います。川端総務大臣。配布資料で お示しいただきました心ある首長さんの活動は大変本当にありがたいことでございまして、環境省が、まあ、窓口でありますが、我々も含めてですね、これはぜひともにしっかり、まあ、こういうありがたい ことを含めては支えて、前進できるようにやってまいりたいと同時に、現に現場で大変ご苦労されながら今頑張っていただいてますね。その情報共有の中でこういう手立てああいう手立てということが出てきております。今言われましたように、正しい、まあ、放射線量への知識とか技術的な、まあ、処分の方法とかいうものの周知をするとか、あるいはそういう体制を取るときの費用の発生とかいろんな部分でのことが出ておりますので、それについてはしっかり財政的処置が取れるように、そして、自治体の皆さんとも総務省なりの役割をしっかり果たして前進できるように頑張ってまいりたいと思っております。よろしくお願いします。次に立花圭一郎君。立花君。ありがとうございます。今日はなんか天気予報では嵐になるという話があって、そういう歌を用意したんですが、なんとかあんまりひどくならなかったようですけれども、梅の花が嵐に散らないようにという歌を読んで始めさせていただきます。万葉集巻八1437番。霞立つ春日の里の梅の花、山の嵐に散りこすな夢。じゃあよろしくお願いいたします。幸い先週に続いて、ご質問させていただけるということでありまして、ちょっと残念ながら前回福田政務官に聞けなかった質問からもう一度始めさせていただきたいと思います。国と地方の協議の場でありますけれども、年末かなり精力的に実施されまして、これまでに通常の協議の場が3回、臨時の協議の場が5回、計8回開催されたわけであります。最初法案を審議しているときの見通しでは年4回プラスアルファぐらいかなという話からすると、まあ、かなり精力的に進めておられると、まあ、協議の成果については一定当然評価をいたすわけでありますが、まあ、やっぱりああいう年末の押し詰まったときだって割合他のことが何もないところで、まあ、皆さん日程やりくりされて何とかできたんだろうと、こんな感じもいたします。そしてその後また議事録も全部、国会にも提出いただいているんですけれども、なかなかこう、一連の事務処理という意味ではなかなかやはり大変じゃないかなと、これは最初から申し上げているところであります。まあ、こうやって実際動かしてみて、でまたこれからも社会保障税の一体改革、いろんな場面で、結構また開催がされるということであればですね、やはり簡素弾力化できるところはそうされた方がいいのではと、これは最初から私なりに問題意識を持っているところでありますが、ここまで8回なさってみての、まあ、ご感想なり、これからの方針についてまずお伺いいたします。福田総務大臣政務官。お答えを申し上げます。まあ、私から答えるより大臣の方がいいのかもしれませんけれども、この8回やってみてですね、非常に、まあ、地方の皆さんもですね、しっかり言うべきことはしっかり発言をしておりますので、そういった意味では本当にですね、国と地方が自分たちの考えを述べた上で考えをまとめるということでは、まあ、いい場になっているのかなと思っています。ご案内の通り、まあ、子どもに対する手当、この名前が適切かどうかは別としてですね、あるいは今回、まあ、消費税をもしね、仮に 5% 引き上げを認めていただいた場合には、まあ、国と地方でどういうふうに使わせていただくかということにつきましてもですね、年末遅くまでかかりましたけれども、まあ、国地方双方努力した結果、一定の結論が得られたということでありますので、この国と地方の協議の場が非常に私は有効であるというふうに思っておりますので、まあ、そういった意味では先生おっしゃる通りですね、会議の回数をもっと減らせればこんないいことはないんですが、まあ、そういったことについても、まあ、今後努力をしてまいりたいと、このように思っております。立花圭一郎君。
ちょっと私の質問の趣旨としてはですね、もちろん会議ということもあるんですが、そのいろんな事務処理ですね、あるいは会議録の作成、あるいは分科会あたりの持ち方とか、そういう部分でより簡素弾力化することができるんじゃないかと、これはずっと意見として申し上げておりますので、またお汲み取りいただいて、結構やっぱり議事録見てますと、これを作り上げるのも大変で、回数が増えてまいりますと、もちろん道行きも大事なんですが、本当にそこまで必要なのかなという感じもするんで、やはり身を取られて、形式的なことについてはより簡素化された方がいいということを今日は意見として申し上げておきたいと思います。もう一つ福田先生からもう一つ残ってまして、前回定住自立権の議論を大臣ともさせていただきましたが、中で前回は若い方々、大学生の方々の話をさせていただいたんですが、もう一つですね、今このいろんなこのエネルギー危機、いろんな問題の中で再生エネルギーと水力であれ、小水力であれ、太陽光であれ、風力であれですね、こういったものについては結構この地域といいますか、地方圏の方においてそれぞれの特色によって結構豊かな資源が実は残っていると。今まではいろんな原子力に頼る部分もありましたし、大きな火力発電所、いろんなことで当然コスト的にも合わないということで、ある意味で未利用であったものが、今回こういう事情になってくると、逆にそういうものを活用することによって、地域がより豊かになっていくというか、また可能性が開けてくると、その辺がもともと緑の文献改革ということでおっしゃってたのも、そういうテーマが一つあったんだろうと思います。この調査もすでに大体結果も出ている頃でありましょうし、そういうことを踏まえられながら、この定住自立権における再生エネルギーの役割についてご見解をお伺いいたします。福田総務大臣政務官。お答えを申し上げます。先生ご指摘のとおりですね、それぞれの地域が持っているですね、再生可能エネルギーの地域資源やその他さまざまな資源があるかと思いますけれども、この緑の文献改革によってですね、そうした資源をしっかり新しく見つけたり、また今までの資源に磨きをかけたりと、そうしたことにですね、この緑の文献改革を使っていただくと、活用していただくということが大事なポイントだと私も思っております。でさらにですね、今年7月からは、これは我々の所管外でありますけれども、再生可能エネルギーの全量買取制度も本格的にスタートするということでありますので、こうしたことを活用してですね、地域の活性化に努力をしていただきたいと思っております。また全国のですね、市町村長さんがお見えになったときに、私がお勧めをいたしておりますのは、この緑の文献改革を十分活用していただいた上でですね、ぜひ内閣府で、今年からこれも本格的にスタートする総合特区制度というのがございます。これは従前の規制緩和に加えて、財政、税制ですね、金融、フルセットで地方自治体や民間企業が新しい産業や雇用の場を作る、これを応援をする仕組みです。ぜひですね、自分の地域の資源を見つけた上で、この総合特区制度を使ってですね、ぜひ地域の活性化に取り組んでいただきたい、そんなですね、おすすめを実はさせていただいておりますが、ぜひ先生の地元でもご活用いただければ。私はですね、この総合特区制度は素晴らしい制度だと思っておりますので、今日本が悩んでおりますですね、内需拡大策の大きな柱となると思っておりますので、この総合特区制度をフルに活用していただいてですね、内需を拡大をしてデフレから脱却をしていくと、そういう道筋を描くことができるんじゃないかな、こう思っている次第でございます。立花慶一郎君。この各地域のやはり個性というものを生かすという意味では、再生エネルギーにやはり効果があると思ってまして、今日この後交付税地方税法の審議でありますけれども、そういった国地方の間の財政の手当もしていただきながら、地域が地方が自分たちで頑張っていけるような、そういう環境を作っていただく、そういういろんな制度もぜひ、活用していくということかと思います。でもう一つですね、これは前回の質問以降いろいろと今回のことにもつながるわけですが、今回交付税地方税の中で一つのテーマはですね、社会保障税の一体改革ということが一つ、対抗ということでおまとめになって、その中で地方消費税ということについて一定の手当がされ、要はそれが今まで私どものこの委員会で問題にしてきております、その地方の交付税のいわゆるギャップですね、いわゆる
この折半ルールで今埋めているギャップというものが本当に埋まっていくのかどうかとか、あるいは地方税の偏在性、法人税で地方税をこう賄ってまいりますと、どうしても大都市と地方でこうギャップが出てくると、まあ、そういった問題はどの程度まで解決していくのか、あるいはどうなっていくのかというのは今やはり現状における一つの今日の私なりのテーマだと思っております。まあ、そこへ入っていかなきゃいけないんですが、一つですね、この地方消費税の組み上げをされる際に、その今お話しあった国と地方の距離のバトを通じてですね、この地方単独事業をどこまでその見るかという議論はかなり白熱した議論をされたわけであります。その中で総務省として、前回話題にしました子どもに対する医療費助成のことについては、まあ、乳幼児医療費助成ということで、いわゆる就学時前、つまり6歳までのところを、まあ、一つこれは確立したものだと、こういう話で、そこまで実はこの地方単独事業の中で今回カウントされたわけであります。そこでしかし現実は今小学生以上中学生まで渡ってですね、まあ、いろんなこう自主的な取り組みといいますか、まあ、そういうことが実際全国では起こっているわけでありますけど、それは前回お話をしたとおりなんですが、まず最初に確認したいのはこれ小学生以上抜いたと、6歳で切ったというところの理由ということとですね、もう一つは前回川端大臣は、まあ、相場的にこの辺という相場感の話をされたんです。私なりにそういうことを全部解釈すると、大臣の相場感といういわゆるその大体足並み揃っているねというのは6歳ぐらいのところなのかなと思ったんですが、これは確認をさせてください。川端総務大臣。地方単独事業で実施している乳幼児医療助成について、厚労省の調査では就学義務教育就学前までを対象としておりますのが平成23年4月現在で、通院で、37件、それから入院で45件ということで、まあ、相当まあ、かなりのほとんどの部分という表現かもしれませんが、ということでありますが、一方、その義務教育就学後も含めて対象としているところというのを見ますと、まあ、これは、通院で9件、入院で19件ということでは、やはり、まあ、表現的な一部が実施しているというふうにとどまっているところであります。で、引き上げ分の消費税収の配分の基礎となる地方単独事業を議論するにあたってですね、やはり、まあ、いわゆる4事業の、まあ、周辺含めた部分という枠をはめる中で、まあ、ほぼ全国的にやられているもの、そしてその人件費等は抜くという、まあ、一定の基準の考え方で4事業に乗っ取ったという範囲をするときに、は全国で行われているという水準を対象とするということをが適当ということで、一部の団体にとどまる小学生以上を対象とする分については、総務省が実施した調査結果の公表の対象からは外させていただきました。まあ、そういう意味で、まあ、前回、乳幼児医療の助成について財政力に関わらず、一定の水準が形成されつつあるのではないかと、まあ、相場感というのは適当かどうかと言いながら使いましたけど、というのは、それは義務教育就学前までを、まあ、念頭において申し上げさせていただきました。立花慶一郎君。これは確認させてもらってありがたかったんですが、要はですね、大臣ご理解いただきたいのは、今の大臣のご答弁を裏から言うと、通院で10件まだ就学時前やってないところがあると、入院で2件やってないところがあると、私は申し上げたこの広い日本の中でそういうそのアンバランスということが、こういう子どもに対する医療というそういう側面を取ったときに本当にいいことなのかどうかと、例えば今子どものための手当という話もありました。このことについては、まあ、全国一律ということは誰もこう疑わずにみんな一律にこうするわけですね。だから一面本当にそういう、お医者さんにかかった時の医療費が無料だよというのが全国一律でないと、それも場合によっては3歳のところから、まあ、15歳のところまであるという、そういう日本の姿で本当にいいのかどうかとか、これはだから本当に自主的なものなのか、あるいはナショナルミニマムと言われるものなのか、つまり現物給付か現金給付かという問題も含めてここには一つ問題があるんじゃないかと、こういう認識を持っているわけです。でまたもし就学前がもしそれで定着した制度だとすればですね、それは医療保険上本来2割負担のものがもうあまねく0割になっているとすればですね、
ので、それは医療保険上変えていかなきゃいけない問題じゃないかと、ここは国と地方の分担の中で何がいいのかということについては、やはりよく考えていかないと、それ医療保険上本当にそれでいいのかどうかという議論もあります。この部分については、実は厚生労働省さんも結構なんて言いますか、楽でですね、地方で自主的にやっていただければいいんですとこうおっしゃるんですが、本当にそうなのかなと、ここは私なりに非常に問題の持っているところで、今日は十分私の思いはお伝えできたんで、しかも大臣、もう一つご認識いただきたいのは、今大臣のご答弁は県レベルの数字を出されました。私市長やってましたので、県レベルのものに対して、県の土台に対して、また県の中で富山なら富山に15の市町村があった、そこがまたバラバラのことをやるわけです。そうするとこの間お話した通り、川一つ渡ったり、その道路一本挟んだ向こうとこっちでなぜ違うのという質問に対しては、非常にやっぱり現場では答えづらいという、そういう問題があるわけです。もちろんそこは競争だよと言えばそういう考え方もできますが、そうかなっていう素朴な疑問を持っているということで、これは委員の皆さんにもお聞き届けいただければ私は幸いだと思っています。すいません、で本題に入ってまいります。地方交付税、今先ほどちょっと前に申し今前振りいたしましたが、今回の交付税法の改正を見ながらですね、一つはこの交付税特会と一般会計とのこのいろんな複雑なやり取りについては、先ほどご答弁もありましたように、かなり今すっきりしてきていると、割と分かりやすいシンプルな形になっているということは評価をするわけであります。ただ先ほどお話した通り、ギャップがあると、折半ルールになっているギャップがあって、これが10兆を超える大きな今ギャップ、13兆ぐらい今年あるんでしょうかね、ギャップがございます。で、今回社会保障税一体改革で、地方消費税一定のこう措置が、一つこのプランとして出てきたわけでありますけれども、これで、本当に地方財源の安定的な展望が開けたというには、ちょっとまだなんじゃないかなと、この辺の認識がどうであるか、今回の引き上げでどの程度このギャップがカバーされていて、どれくらいの問題が残っているというご認識なのかということについて、まずお答えをお願いいたします。川端総務大臣。答弁させていただく前に、今ご指摘の医療、乳幼児医療に関しての問題意識は、私も全く同感でありまして、あまねく広まってきたときに、いわゆるナショナルミニマムとして、あるべき部分というのは、やっぱりしっかり念頭に置かなければいけないという部分と、地域の自主性と、どこで線を引くかという、これは、やはり当初から言えば、多分市長さんがいろいろ住民の部分で市長選挙の公約みたいなところから始まった部分ですが、やはりそれが支持されるということ自体は、やはり住民の皆さんの税の使い道に関してそれの理解が進んできたということだというふうに思いますので、この段階を踏んでいる過程というときに、国の制度としてどうするかというのは、いつも念頭に置きながら考えなければいけないご指摘だというふうに思いますので、重く受け止めさせていただきたいと思います。それから今のギャップの話でありますけれども、今回消費税 5% 分をいわゆる4経費にのっとった範囲で配分をするということで、結果として地方分は 1.54% です。これを計算を仮定として、24年度の地方財政計画ベースで換算しますと 4.1 兆円の増収になります。一方で地方財政は当然巨額の財源不足が続いておりまして、24年度においても 13.7 兆円に及ぶ財源不足ということでありますので、今回の増収分、例えば 4.1 兆円を見ましても、直ちに地方財源不足が解消されるものではなくて、まだ相当額、9兆数千億円がまだ存在すると。で、これはどうしていくのかというと、いるを図り、いずるを制するということで言えば、やはり、なお一層の地方財政の、効率化圧縮ということと、独自の税収を含めた財源の確保ということが、一般論としてはそうだと思います。しかし前の部分で言うと、一番あるべきは交付税率を引き上げて本来の部分でイルを図るということが一番大事だと思います。国地方ともに、国に含めても大変財政が厳しいという部分でありますけれども、意識としてはそういう方向を持っているということでございます。立花慶一郎君。今のお話でいけば、今回の一体改革といっても、この国地方の財政のこう分担といいますか、地方 の, この財政対策という意味では、言ってみればまだ入り口というか、第一段階であって、これで最終段階ではないというご認識と、このように一つ受け止めさせていただきます。と申しますのも、今回の一体改革、後でもう一度ご質問しますが、地方税 の, その偏在性の問題については結局まだ手つかずとなっておりますので、そんな意味ではその
大きな社会保障と、まあ、国税ということではそれはまあ一体かもしれないけども、私どものこの委員会としてはまだ大きな問題がそこに残っていると、こんなことになるんじゃないかなと思っております。それで私はあの今日会派の中で最初の質問でありますので、若干細かいところをこの後多少お時間をいただいて、やはり技術的なことにわたって少し条項性を順次質問させていただきます。だいぶ福田政務官の手を煩わせることになるようでございますが、よろしくお願いいたします。まずあの地方財政計画におきまして、給与関係経費、これは今回20兆9760億円ということで、前年比 1.4% の減額であります。毎年ここは着実に減額をされてきているわけでありまして、まあ、あのここ5年間あるいは10年間というタームでどれくらいこの給与関係経費が減額になっているのか、まず教えていただきたいと思います。福田総務大臣政務官、お答えをいたします。地方財政計画における給与関係経費の計上額につきましては、給与構造改革期間平成18年度から22年度において給与水準については、地域民間給与職員数については 5.7% の定員純減目標を反映したこと、給与構造改革後においても地方における取り組み等を踏まえ給与水準の見直しや定員純減等を見込んできたことなどから、平成20年度から24年度までの5年間では 5.5% 減少、平成15年度から24年度までの10年間では 10.5% 減少しているところでございます。なおですね、平成21年度から22年度にかけて一般行政経費に計上していた公立保育所分の人件費を給与関係経費に移し替えておりまして、この影響分を除けば平成20年度から24年度までの5年間では 7.3% 減少、15年度から24年度までの10年間では 12.12%、 12.2% 減少しているところでございます。立花慶一郎君。まあ、地方の場合はですね、給与の適正化ということもやりましたし、合併ということを含めて職員数の適正化という、まあ、原因ということ、順延もかなりやってきているわけであります。これはやはり重くこう数字としてやっぱりお互い受け止めざるを得ないんじゃないかなと、こんなふうに思っているということであります。続きまして退職手当債ということで、まあ、ここはあのしばらく団塊の世代の、まあ、あのこう団塊の世代のこう退職ということに対して、まあ、記載で、まあ、手当をするということをやってきたわけであります、まあ、だけどそろそろこういった団塊の世代の退職も当面は超えつつあるものと認識をしております、まあ、やはり臨時的な措置だと思うんですが、どのように取り扱われるのか伺います。福田総務大臣政務官、お答えをいたします。退職手当債でございますけれども、団塊の世代の大量退職に伴う退職手当の急増に対処しつつ、将来の総人件費の削減を進めるため、地方財政法に基づいて平成18年度から10年間の特例措置として、当該年度に支給すべき退職手当の合計額のうち、団塊の世代の大量退職により著しく多額と認められる部分について、地方公共団体が策定する定員管理、給与適正化計画による人件費の削減によって償還財源が捻出される範囲内で発行が許可されるものでございます。退職手当債の今後の取り扱いについては、法律に規定された平成27年度までの間において今までと同様に法令の要件に沿って適切に対処してまいる所存でございます。先生お見込みの通り、だんだん少なくなっていくことでございます。立花慶一郎君、はい、ありがとうございます。27年度までということで、次にですね、あの特例加算的に、まあ、あのこう措置いただいているこの、今までは地方再生対策費と申し上げたり、また、あの雇用関係の費用ということで出し取ったわけですけれども、これを今回地方再生対策費をやめられまして、今までの費用をこうまとめて地域経済雇用対策費という形で新たに、まあ、3年間の暫定措置ということで特例加算という形になっているわけであります。まあ、当然名は体を表すということでありましょうから、今までの地方再生対策とかこう言ってきたことが、まあ、地域経済雇用対策というところに当然そこ3年間大事だとこうご認識だと思いますので、こういった形にした趣旨、その、まあ、こういうことにお願い、こういうことを頑張ってくれという思いをお伝え、あのここでお聞かせいただければと思います。福田総務大臣政務官、お答えをいたします。平成24年度地方財政計画においては、地方再生対策費および地域活性化雇用等対策費について一定の縮減を図った上で整理統合をし、歴史的円高など地域経済を取り巻く環境が激変する中、海外競争力強化等のため
地域が実施する緊急事業に対応するための緊急枠を含め、歳出特別枠として、地域経済、基盤強化、雇用等対策費を設け、その期間を中期財政フレームの期間である平成24年度から26年度までの3年間としたところでございます。これに対応し、地方交付税法改正案では、附則第6条の2において、従来の地方再生対策費、及び雇用対策地域資源活用推進費を整理統合した上で一本化した臨時費目、地域経済雇用対策費の基準財政需要額の算入について規定し、その期間を歳出特別枠と同じ3年間とするとともに、地方再生対策費に関わる規定を削除しているところでございます。立花圭一郎君。はい、円高あるいはまあ雇用関係地域経済への手こ入れということで、理解いたしました。基準財政費用のまあ単位費用の算定について何問かさらに細かくなって恐縮ですが、ちょっとあの数字が少し違った動きをしているものについてだけ確認をさせていただきたいと思います。まず学校関係で道府県の私立学校だけここだけが単位費用が増額になっております。ここについての理由を伺います。福田政務官。お答えをいたします。平成24年度の道府県の私立学校に関わる単位費用は前年度に比して3500円 1.3% 増加しております。この理由は都道府県が行う私学助成及び事業料軽減補助について、都道府県が私立高校生への支援をはじめ地域の実情に応じた様々な施策を展開できるよう、最近の国地方の私学助成の動向等を踏まえ増額を図ったことによるものであります。具体的には私学助成については私立学校の生徒等1人当たりの単価について、国庫補助の単価の伸び率の状況等を踏まえ前年度に比し 0.5% 増としております。合わせて高等学校の授業料軽減補助分については、高校の実質無償化についての公立学校の実態も踏まえ、私立高等学校の授業料の負担軽減措置への対処の必要性に鑑み、前年度に比して 30% の増としているところでございます。立花圭一郎君。この部分はあの例の高校授業料無償化の公私間格差の問題にも絡むわけでありまして、まあ、ぜひ措置をいただきたいところだと思います。続きまして、道府県市町村において地域振興費にかかる単位費用、これを増額した理由について伺います。福田政務官。お答えをいたします。平成24年度において地域振興費の対比費用を増額した主な理由としては、住民生活に光を注ぐ事業の拡充として、地域消費者行政のさらなる充実を都道府県及び市町村分で講じたこと、さらに都道府県分においては道府県分においては特定非営利活動促進法の一部改正による認定 NPO 法人制度に関する事務に要する経費について職員を増員する措置を行ったことの2点であります。このため地域振興費の単位費用としては道府県分については773円、対前年度比 1.6% 増に、市町村分については2280円、対前年度比 2.2% 増に増額しているところでございます。立花圭一郎君。この部分は前から片山大臣が少し力を入れられた部分であったり、そういうものをこう巻き込んで、こういうところに、当てておられるところのように理解いたします。もう一つだけ聞かせてください。これで単位費用をやめますので、高齢者保険福祉費、これ道府県市町村、まあ、福祉というのは大体低増していくものでありますから、大体単位費用はみんな増えて述べて増えていくんですが、ここの高齢者にかかる部分だけが、まあ、減額になったと。ここだけなんで減額という感じがあったんですが、これだけあとお願いいたします。福田政務官。お答えをいたします。高齢者保険福祉費の測定単位である65歳以上の人口及び75歳以上の人口は、国勢調査人口の置き換えに伴いまして、平成24年度の算定においては平成23年度算定に比べまして、65歳以上人口において 13.9%、 75歳以上人口において 21.3% と大幅に増加することとなりました。これを踏まえて標準団体の見直しを行った結果、平成23年度に比べまして標準団体における高齢者1人当たりの経費を求める単位費用については 6.6 から 11.5% の減となりました。
なおですね、平成24年度の基準財政需要額については、単位費用に対して大幅に増加した測定単位を乗じることとなるため、平成23年度に比べまして、都道府県分が1740億円程度、市町村分が1270億円程度、増加する見込みでございます。人口は増加しましたが、一人当たりにすると減っておりますが、総額が増加していると、こういうことでございます。立花慶一郎君。平成17国庁から平成22国庁に置き換えたんでしょうけれども、やっぱりちょっと聞いてびっくりしたのは、65歳以上人口が 13.9% も増えているとか、まあ、ものすごい高齢化が進んでいるなということを改めて実感させていただきました。まあ、全体の費用が、全体としての掛け算した費用が増えているということであれば、まあ、地方としては安心かと思います。で皆様方のところに、ずっと毎回毎回のようにしつこくつけております加齢金残高の例 の, ワニの口が広がる表であります。全体 の, 地方の借金という、まあ、この交付税特会の借入金も入っていれば、その地方の公益にも病院とか水道の借入金も一般会計の借入金も臨財産もみんな入っているんですけれども、まあ、200兆ぐらいで止まっている中で、まあ、白抜きのこの臨財産の部分がどんどん広がるワニの口であります。前回大臣からは24年度になるとこれが40兆円になって、まあ、大体地方債 の, その一般会計のいわゆる普通会計のこの記載144兆円ぐらいに占める割合が非常に高くなってくる、やがて3割とこういうことであります。そこでここはちょっと一に確認したいんですけれども、今回単位費用をいろいろ見させていただいて、私ども自分が誤解したようでありますが、前回臨時財政対策債についてはもう借り換えになっていると、もうそれは借り換えでいくしかないような今財政の地方財政の対策の状況だという話がありました。まあ、その他の特殊な記載として減収補填債とか財源対策債とか補正予算債とかいろいろこの年度の進行に伴って特殊な記載をやるわけですが、こういったものは元利ともきちっといわゆる交付税の中で基準財政需要額の中で手当てされているということの確認をさせていただきたいと思います。福田財務官。お答えをいたします。交際費の交付税参入の方式には、先生ご承知のとおりですね、元金1000円に対する元利償還額の当該年度分を単位費用として理論的に参入していく理論償還方式と、元利償還金1000円のうち、基準財政需要額に参入される分を単位費用として償還額の実績を基礎に参入する、まあ、実額償還方式があるところでございます。臨時財政対策債等多くの地方債はこの理論償還方式となっておりまして、実額償還方式の単位費用に比べて低くなっておりますけれども、償還の全期間を通算すると元金利子ともにすべて参入されておりますので、どうぞご安心をいただきたいと。立花慶一郎君。